島市の瀬上小学校で行われた二人式。児童と教職員が体育館に集まり、マスクをつけて式に臨みました。式では児童の代表が移動する教職員に感謝の気持ちを伝えました。私たちは先生方と過ごした大切な時間を決して忘れることはありません。そして先生方から教えていただいたことを胸に、自分たちのために、瀬上小学校のためにこれからも精一杯努力していきます。その後、移動する教職員たちは児童から花束を受け取りました。退職する栗木智也校長は、自分を大切にできる人は友達、家族、そして周りの人も大切にできる人です。自分の目標を持って勉強や運動に励んでください。県によりますと、この春、県内の公立小学校では330人の教職員が退職するほか、1077人が人事異動で職場を移ります。